こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まずね、皆さんにね、ちょっと質問をしたいななんて思うんですが、ちょっとね、この質問にね、答えてもらいたいななんて思うんですけど、もしよかったらね、コメント欄に、まあ、この質問のね、答えをね、どんどん、まあ、書いてもらいたいななんて思うんですけど、その質問何かと言いますと、皆さん、運はいいですか？っていうね、質問なんですが、どうでしょうか？まあこれね、まあすぐね、瞬時にね、まあ、運がいいですってね、答える人もいれば、うーんってちょっとね、悩んでっから、まあ運がいいかなとかね、まあ悪いなってね、すぐね、即座にね、いや、全然運良くないよ、みたいな、そんな風にね、言う人もね、いろいろな人がね、いると思うんですけど、まあこのね、まあ瞬時にね、答えるっていう、まあ運がいいってね、答える人はね、まあこのままね、まあこのまま行けば本当にね、いい人生になるんじゃないかななんて思うんですけど、まあね、運がね、悪いよとかね、まあそういう風にね、言ってしまうっていう人もね、まあどん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 ね、それをね、変えていけばいい、運がいい人生にね、していけば、まあいいと思うんですけど、自分はね、本当にね、昔、運がね、すごく悪いってね、思っていて、なんで僕ばっかりみたいなね、そんな、まあ、被害妄想だと思うんですけど、そんなことをね、思っていたけど、まあどん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 ね、今はね、運が良くなっていって、本当にね、心からね、運がいいですかって聞かれたら、まあ、運がいいですってね、絶対ね、すぐね、答えるっていうようにね、変わっていきました。なので、皆さんもね、変われると思います。それでね、なぜこの質問をしたかって言いますと、結構ね、有名な話なんですが、松下電工、今のね、パナソニックですか、松下幸之助さんがね、まあ、そのね、松下電工に入社する人のね、最終面接にね、よく、こう、顔を出した時に、必ずね、まあ、質問することが、そのね、運がいいですかっていうことをね、質問して、その時にね、運がいいですってね、すぐ、瞬時にね、答えられる人を採用して、それでね、まあ、ちょっと考えたりとか、まあ、運が悪いっていうようなね、ことをね、言った人はね、不採用にしたっていうようなことを、そのね、エピソードがありまして、それでね、松下電工は、まあ、運のいい人たちがね、集まってる、そんな集団になりまして、それでね、結局、まあ、まあ、運がいい人たち、まあ、本当にね、そういうふうに思い込んでる人たちの集まりなんで、まあ、世界的企業にね、まあ、成長していったっていうようなね、そんなね、エピソードがありまして、やっぱりね、運がいい人たちが集まってると、まあ、運がいい人っていうのはどんどんね、まあ、成長してもいくし、まあ、本当にね、いい方にいい方に行くっていう風にね、ことなんです。まあ、そういったね、企業になっていったっていうようなことなんですけど、まあ、そこでね、運が悪いって人たちがね、たくさんいる、そんなようなね、企業だったら、もしかしたらね、まあ、こんなね、松下電工、パナソニックっていう会社もね、ここまでね、知られる会社にもしかしたらならなかったかもしれないみたいな、そんなね、感じなんで、やっぱりね、運がいいっていう風にね、まあ、思うっていうことがね、すごくね、大切っていうことなんですが、まあね、斉藤ひとりさんもね、まあまあ、ついてるついてるってね、思えばまたね、まあ、言えばついてるっていうことがね、起こるっていうようなね、そんなことを言うんですけど、まあそういったね、運とか月っていうのはね、実際こう、目に見えるものでもないし、なんかね、こう、分かりづらいもの、まあ自分ではね、こう、分かりづらいものかもしれない、周りから見てもね、その人が運がいいのか、月があるのかっていう風にね、分かりづらいかもしれない。そうやってね、口で言える、まあ、自分ついてるなっていう人はね、またついてるようなことも起きるし、まあ、運がいいってね、思い込んでいれば、どん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 運もね、良くなっていくっていうようなね、そんなことで、まあそういったね、まあすごいね、経営者の方がね、そういったことをね、まあ言っているっていうことはね、本当にね、まあ実際のところ、まあ運がいいって、思い込むことやね、ついてるってね、まあ、どん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 口に出して言っていくことでね、人生って本当にね、良くなるっていうのがね、まあ、実証されてるんじゃないかななんて、そんなこともね、思っております。本当にね、最初、まあ、話したんですけど、自分もね、ついてるっていう言葉を言うようになってから、本当にね、まあ、
ついてることがね次々と起こるようになった。まあこれね自分よく言うんですけど、次起こるようになったっていうよりね、それに気づくようになったっていう言い方がね一番ねいいのかななんて思うんですけど、そうするとねどんどん幸せな気持ちにもなってきまして、本当にね運もいいななんてね本当に心からね思えるようになったんで、もしねまあ最初の質問で運がいいですかって聞かれた時にね、うーんって考えてしまったり、運が悪いとかで、ね、そういう風にね言ってしまった方はぜひね言葉からね変える、まあ ついてるってね、まあ言ったりとか、まあ、自分が運がいいってね、ずっとね言い続ける、そういったことをすることによって、まあ、言葉のねアファメーションをすることによって本当にね人生でね変わっていくと思います。運がね本当にねいい人生にねなっていくと思いますので、ぜひね試してみてください。はい、じゃあ最後にねもう一回聞きます。皆さん運がいいですか？どのコメントにねもしよかったらね書いていってください。はい、ではね今日の話が良かったなって思う方はグッドボタン、またはねチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。